キュウリだよキュウリで、もうパジャマ、イエスパジャマ、こんばんキュウリ、こんばんはでございます、こんばんは。祖父もすぐ寝れちゃう。白い恋人さん、ハート100個ありがとうございます、ありがとうございます。お、ゆうまさん、お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデーでございます。パチ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 、桃のケーキいいです、旬ですね、おめでとうございます、ハッピーバースデー、お疲れ様です、お疲れ様です。パパさん、人でありがとうございます。ただの魚さん、タツノオトシゴありがとうございます。山賀のしょうちゃんさん、タツノオトシゴありがとうございます。こんばんは、こんばんは、元気もりこだよ。ミロさん、ハート10個ありがとうございます。バチさん、ハート10個ありがとうございます。ハッピーバースデーでございますね。そう、アップアップでございます。このパジャマは長ズボンです、半ズボンじゃない長ズボンでございます。こんばんプリン、こんばんは、こんばんは。そう、私もね、そう、今日が21日ということなので、野菜の日まであと10日でございます。キラキラ。広瀬さん、錦穴子ありがとうございます。水族館行きたいな。福井県から応援してます、ありがとうございます。どこか分かります、47都道府県のね、地図分かります。ただの魚さん、貝殻ありがとうございます。ピリ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 。野菜の日は何かあるんですが、あ、ん、自分から言った方がいい、これは。しんじいちゃんさん、花束ありがとうございます。パパさん、ハートありがとうございます。キュウリでキュウリで頑張ってください、ありがとうございます。そう、もう18歳も残り両手で数えられます、両手でもうカウントダウンできちゃう、あとちょっと、18歳も。あおいちゃんさん、タツノオトシゴありがとうございます。あおいちゃんさん、貝殻ありがとうございます。あおいちゃんさん、人でありがとうございます。あおいちゃんさん、ハートありがとうございます。今日コンディションいい、どうだろうね、わかんないね。ちょっと自分じゃなかなかわかんないね。なんかメイクしたら、あ、今日メイクのりってなんかあるんですよ、メイクがいい感じに仕上がる人。なんかあれ、メイクしたのになんかそんなに自分の顔好きじゃないみたい なんか好きか好きじゃないかって言ったらおかしいけど、なんかメイクしたのにそんなに漏れてないなっていう日あるんですけど、メイクしなかったらね、よくわかんないね。メイクしてる日はね、やっぱりありますよ。今日コンディション悪いなとか、そう、メイクのり悪いなみたいな。今日メイクしたのに顔漏れてないなみたいな、そんな日はね、たまにある。ある、ちょっと悲しくなっちゃうよね。何のケーキ食べる、何かケーキ、そうよ。ただの魚さん、人でありがとうございます。ジターフィーチャリング鳥の巣ジェニーさん、かわいい、ありがとうございます。バチさん、ダルマジックありがとうございます。広瀬さん、金魚すくいありがとうございます。そう、大人の階段登る言うてね、登っちゃいます。もう少し、18歳のうちにやり、なんだろうね、やり残したこと。ミロさん、だるま10個ありがとうございます。プリントさん、50プリンありがとうございます。今日はありがとうね。こんばんは、こんばんは。そんな時は途中でメイクはね、いや、意地でも進めるね。メイク、なんか今日メイク、なんかね、途中であれ、今日メイクのり、なんかメイクのり悪いなと思っても、あ、全部したら変わるかなっていう、ちょっとした期待を持って最後までする。そう、なんかだいたいメイクの順番、顔のベースメイクして、アイメイクしてって感じなんだけど、ベースメイクした時点で、そう、あのファンデーションとかコンシーラーとか、こうやってね、お顔のね、肌の調子をね、そう、綺麗にして、あれ、なんか今日ちょっとおかしいなと思っても、この アイシャドウとかね、まつげとかアイラインとか引いたら変わるかなと思って、私は最後までね、やり続けるタイプの人です。ねわれさん、50ユータン完了ありがとうございます。
ただタンタンさん貝殻ありがとうございます。ポジティブ振り切っていきます。マサラッキさんハート100個ありがとうございます。そうやっぱねポジティブがね、私は基本ポジティブ思考なんで。博多寛兵衛さんハート10個ありがとうございます。そうメイクどんどん重ねるとああ漏れないなと思ったら諦めますね。なんかそれがプライベートの日だったらもう諦める。そうでも公演とかコンサートの日とかだったらちょっとずつ変えてく。ちょっとアイライン変えたりとかアイメイクちょっと濃くしたりとか、まあ濃すぎてもあれだけどね、濃すぎない程度にちょっと変え濃くしたりとか、もうちょっとまつげ上げるの頑張ったりとかするけど、これがただただお休みの日でなんかインスタグラムに投稿する写真を撮りに行こうとかそういうのそういう日だったらもうちょっと諦めちゃうかな。うんもうえはいと思って諦めちゃうかな。そうかな、日によるかな。ただの魚さんごとゆかちゃん完了しました、ありがとうございます。崎山さんかわいい、ありがとうございます。ごちゃんごじゅうたなんか完了、ありがとうございます。崎山さん尊い、ありがとうございます。崎山さん花束ありがとうございます。こんばんは、こそばこんばんは、こんばんは。メイクさんにやっていただくとやっぱりアイラインのこのインラインって言ってね、このねこここのなんて言ったらいいのかな、私はいつもアイラインは上手じゃないからこの目尻ここからしか引かないんですよ。でもやっぱりねここのねこのここを引いた方がやっぱり目は大きく見えるしパッチリ見えるんですよ。メイクさんにしていただくとこういうところが綺麗にしていただけたり、まつげがすごいドーンって上がるかな。パパさん完了しました、ありがとうございます。ゴーちゃん立ちの落とし子ありがとうございます。竹山さんレインボーの星ありがとうございます。あけみさんだるま100個ありがとうございます。ありがとうございます。元気もりこだよん、きゅうりだよん。竹山さんハート100個ありがとうございます。やっぱりねプロの方はすごいですよ、本当に全然違う。ただの魚さんレインボーの星ありがとうございます。マサラッキーさんかわいいありがとうございます。バチさんかわいいありがとうございます。はじめましてシムさんアイスありがとうございます。元気もありこだよ。パパさんハート100個ありがとうございます。普段のメイクはどれぐらいかかりますか。おお。急いだら10分で終わるけど、のんだったら普通に何にも急ぎもなく特に何にも考えずにやると40分とか30分、30から40かな、多分30かな20から30 あんまり時間計ったことないからあれだけど20から30ぐらいじゃないかな。ちょっと曖昧だけどあんまり測ったことがない。こんばんは、こんばんは。メイクさんすごい、本当に自分じゃやっぱりできない部分もねありますからね。パウチさん金魚すくいありがとうございます。たっちゃんハート100個ありがとうございます。まさまさなさん錦アナゴありがとうございます。これは長い方なの？わからないね。基準がわからないですね。だからこれが短いのか長いのかって言われたらわからない。けど、5分とか10分とかでできる限りメイク終わらせようと思ったら、ふわーってやんないといけない。
から10分以内に終わらせるってなると結構テキパキ動かないといけない。だから普段は多分20から30ぐらいかかってると思うね。どうだろう。そう、もうこれをのんびりのんびり何も考えずにというか、何かしながらとか、なんかテレビ見ながらとか動画見ながらとかやっちゃったらもっともっとかかるそれねながら作業したらね、そうそう、それはかかっちゃうって感じ。まさま3350巻と完了しました。ありがとうございます。メイクしてて手が3本、あーどうだろう。私は基本メイク利き手でするんで、利き手が3本あったら嬉しいかな。左、私利き手右手なんだけど、そう、左手が3本いても多分うまくできないからもう3本増えるなら、できたら右手が3本増えてほしい。しない恋人さん、バラありがとうございます。お家でメイクするときは座るときもあるけど、大体基本あの洗面所で大きい鏡でメイクするので、立ってるかな、ずっと。たっちゃん人でありがとうございますなんか怖いって、まあそりゃそうよね、うん、ただの魚さん、風呂敷ありがとうございます。近所近くて買い物するときはすっぴんで行く。ああ、そうね、特に写真撮る予定がない、なんかインスタグラムカフェに行こう、インスタグラムの写真撮りに行こうとかだったらメイクするけど、なんかね、メイクするとやっぱりお肌にさ負担がかかっちゃうので、極力かけたくないのでね、そう、肌荒れしちゃうから。だから基本はそんなに何もなかったらメイクしない派かな、私はなんか怖い右手がテケテケテケって3本いたら便利かなって両利き、それはもう素晴らしいですね。もう同時進行でメイクできちゃう。私ちょっと右利きなのでね、左手は利き手じゃないので、そうメイクは全部そう右手でやってるんですよ。アイライン引いたりとか、アイシャドウしたりとか、全部利き手。コンビニくらいなら、うん、そうコンビニもだし、なんだろう、全然スーパーとかもうわーって言っちゃう。そうね、なんかね、なんだろうね、お母さんとお出かけ、お洋服買いに行こうよとかそういうのだったらメイクする時もあるけど、なんか特にそうなんて言ったらいいんだろうね、うーん、まあ行くところにもよりますね。そうそうそう、マスクするからここがもう隠れるじゃないですかと考えたら、アイメイクだけすればいいかっていう日もある。シーもアイメイクすらしないっていう日もあるパパさん、バラありがとうございます。パパパパパパ、広瀬さん、チンアナコありがとうございます。パジャマ、そうお風呂入りました。シンじいちゃんさん、かわいいありがとうございます。ただの魚さん、花束ありがとうございます。何色に染めようかな、おっと私に聞きますか、大丈夫かな。542日ありがとうございます。542日ありがとうございます。542日ありがとうございます。ただタンタンさん、50巻とおすねが完了ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。着るもの、あーコンビニとかスーパー行くとき、パジャマではいかないよ、うん、すごい変な笑い方、引き笑いよくしちゃうんだけど、そうだね、パジャマではいかないけど、そんなにおしゃれおしゃれ、あのおしゃべり会で着るような私服は着ないかな。なんか楽な格好をしていくかな。 T シャツにロングスカートとか、ズボンにロングスカートとか、んズボンに T シャツとかそんな感じ。ミラさん、だるま10個ありがとうございます。
ちょっと近いんでね、ちょっと頭が切れてるんですけど、まあ、顔が切れるよりいいかなと思って許してください。メイク道具買いに行くときは、大体メイク道具買いに行くときはもう何か決めていくので、これにしようって。だから特にメイクしていくとかメイクしないでいくとかはね、気にしない。こんばんは。こんばんは。パジャマでは行かないけど、そうそうそう、どうだろうね、ジャージ、あー、まあでも割とコンビニとかだったら楽な格好で行くかな。スーパーとかちょっと人手が多いところになると T シャツにロングスカートとか T シャツにズボンとか、こんな感じかな。パジャマでドライブはまだしたことない。まだ経験ないです。コンビニは私お支払いによく行きます。ネットでよくショッピングして、そう、まだクレジットカードとか持ってないので、そう、コンビニ払いが代引きなんですよ大体私は。そう、この2つのどっちかだから、そう、コンビニ行くとき大体あのコンビニ払いしに行く。キュウリだよ、キュウリだよ。ギノミさん、パラありがとうございます。ミロさん、ハート10個ありがとうございます。ジェイさん、レインボーの星ありがとうございます。こんばんは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 。そう、日焼け対策とか、外歩くときは日焼け対策したりする。短パン似合う。あ、でも確かにあんま短パンは履かないけど、短パンは持ってます。持ってる持ってる。あんまり履かないけどね、基本長ズボンばっかり履いちゃう。こんばんは。バウチさん、人でありがとうございます。ピッチピッチピッチ。頭皮の日焼け。そうよ、頭皮の日焼けは絶対しない方がいいよ。そう、頭皮の日焼けは本当にの後々日焼けした後が大変なので、私は今年の夏外出た時は日傘するか、日傘しないんだったら帽子かぶるかだった、どっちかでした。帽子かぶっても日傘さしても、あの顔も守られてね、マスク焼けっていうのもしなくて済むから、そうね、頭を守るためにも、ここのね肌が出てる部分を守るためにも、今年の夏はできるだけ帽子かぶったり日傘さしたり、あと腕も焼けたくないからアームカバーしたりして今年の夏は過ごしました。パパさん、ハートありがとうございます。厚底の靴、そうね、最近お外に出る機会がねあまりないのでね、厚底の靴もまだ履いてません。マサラッキーさん、タツノオトシゴありがとうございます。バウチさん、タツノオトシゴありがとうございます。飲む日焼け止めは使ったことないです。そうそう、スプレーの日焼け止めもね、そうか、あの頭皮用に頭皮ってやっぱりクリーム状の日焼け止め塗れないじゃないですか。塗れないんですよね、頭皮が白くなっちゃうから。頭皮がっていうかね、頭皮を通り越して髪の毛が白くなっちゃうから、クリーム状のはね塗れないので、そうスプレーの日焼け止め買ってもらいました。買いました。頭皮にも使える。頭皮日焼けしますよ。真剣に。そうね、今年ね、ちょっと最近はね
雨が多いからあんまり日傘使わないですけどね。まあ来年のためにもと思って、日傘は大事ですよ。こんばんは。アームカバー、そう、完全にそう肌を守って過ごしました、今年の夏は。どうだろう、これで日焼けしなかったのか日焼けしたのかって言われたら、ちょっとなんか正直自分の肌の色なんて分かんないんだけど、どうだろうね、焼けちゃったのかな、焼けてないのかな。しんじいちゃんさん、ハート10個ありがとうございます。最近お外出てないしね、そもそも。団長さん、たつのお年子ありがとうございます。きゅうりだよ、きゅうりだよ。頭皮も気にした方がいいです、きっと。私は一回高校1年生の時かな、頭皮すっごい日焼けして、もう頭皮の皮がむけるんですよ。もうそうなると、そう、くしって頭皮シューンってしたら、そう、そのね、皮が日焼けしてむけちゃうから、そう、もうなんか何か通り越して、そう、フケがあるみたいに思われちゃうから、ちょっと一時期大変だった。肩と比べる、あ、肩？そうなの？こんばんは、こんばんは。とね、最初はね、皮むけると痛いよ。痛いけど、だんだん慣れてきたら楽しいの。だんだん慣れてくると、こうやって串通すたびに、そう、落ちてくるんですよ。ごめんね、こんな話して、何の話してるんだろうと思うじゃないですか。ちょっと一時期痛い時があるの、やっぱね、ペレってくるから、おおってなるんだけど、でもなんか痛さがなくなってくると、こうやって櫛でフンって、この頭皮を解くというか、まあ、髪を解くためにこうやってシュンってしたら、そう、ポロポロポロって。それがね、ちょっと楽しい時期もあったりする。でもちょっと大変なのでね、そう、人がいるところで髪の毛とか溶けなくなっちゃうし、私、そう、いろんな人から私の場合頭皮が見えちゃうんですよ、あんまり身長が高くないからね。そうなると気になって仕方がないんです。今あの私の頭皮の状態は大丈夫かなって気になっちゃうから、そう、あんまりね、そう、いいことではない。ヒープンさん、ハート10個ありがとうございます。ただの魚さん、金魚すくいありがとうございます。バウチさん、いいね、ありがとうございます。団長さん、ジジありがとうございます。体験してみたい、ちょっとね、ドキドキするわよ。ドキドキしちゃう、本当に。まあそう、他人の頭皮をそこまで気にしないと思うけどね、そう思うよ、思うけどさ、やっぱ自分は気になっちゃうね。私の場合あんまそんなに、ね、平均身長ぐらいあんまりそんなズバ抜けて高いわけじゃないから、そう、ちょっと身長高い子だと私の頭皮丸見えなんですよ。でそう、ちょっとスッスッスッって見た時にピュッて私の頭皮は多分きっと目線に入ってくると思うので、そうなるとね、ドキドキしますよ。私の今頭皮は大丈夫かな。ミロさん、ハートありがとうございます。だからきっとね、守った方がいいと思います。キュウリだよ、キュウリだよ。パパさん、ハートありがとうございます。まあ、日焼け具合はね、きっと人にね、そう、個人差があると思いますが、まあちょびっとね、来年たくさんお外に出るよとか、これまだね、これからしばらく暑い日が続くかもしれないのでね、たくさん外に出るよっていう時はちょっと頭の隅っこに、あ、頭皮焼けないかな、大丈夫かなってちょっと考えてみてください。サンダー
ボルトさん、錦穴子ありがとうございます。ちょびっとだけ。ね、日焼けといったら私はよく手の甲に日焼け止め塗り忘れちゃう。そう、どうしてかどうしてか、もう手首まで塗って安心しちゃうんだよね。そう、それがね最近学んだから、ちゃんと手の甲にも日焼け止め塗ろうって考えて、ちゃんと考えてお外出る時とかは手の甲にも塗ってるんだけど、一時期すごいね手の甲に塗るの忘れてたんですよ。もう手首、肩から手首塗って塗ったと思ってたんだけど、そうなるとね、手のこうやってね、その時ちょうど船を漕いでたんですよ。カッター船っていうね、船を漕いでた時に、みんなでこうやってよいしょよいしょって言って船を漕いでた時に、私は手の甲に日焼け止めを塗り忘れたので、こうやって横から見たらここにくっきり線ができてたの。この手のひら、そう、こっちから半分の手のひらは白いんだけど、こっちから手の甲の半分がもう真っ黒、もう黒くなっちゃって、そう、そういうこともあるからね。いろんなところ日焼けしてるんですよ。うん、はるみさん50カウント終了しました、ありがとうございます。いかで今年の夏、もうね、私もあんま今年の夏行くところはないかもしれない。日焼けすると赤くなって黒くなります。どっちも、こんばんは、こんばんは。そうそう、手のひらと手の甲の境目がもうくっきりできちゃう。ちょっとね、恥ずかしいよ。いろんなとこ日焼けしたことあるのね。割と焼けやすいのかな、どうなったら。しんじいちゃんさんからありがとうございます。キュウリだよ、キュウリだよ。頻繁にゴルフ、確かにゴルフ長時間お外いますよね。焼けそう、それは。パパさんハートありがとうございます。ありがとうございます。黒くなってもうすぐ白くなるタイプ。ああ、夏の間は黒いかな、ずっと。で、冬になるにつれて、冬がだんだん過ぎて、来年の夏になるまでに、また戻って、夏に焼けるって感じ。っていうのをね、しばらくずっと繰り返してました。小中学生の頃はね、ずっとそれを繰り返してた。夏とか、春に運動会があったんですよ。春に運動会があったから、春から夏にかけて日焼けをすごいたくさんして、で夏過ぎて秋冬春また秋冬ぐらいで日焼けする前ぐらいの自分に戻って、また春夏で焼けるっていう、そんなルーティンでした。こんばんは、こんばんは。お母さんとね一回カヌー小さい頃漕いだんだけど全然進まなかった。2人で全然進まなかった記憶がある。夏場の手袋、私が今で、ね、使ってるアームカバーはもうここまであります。手の先まである、手の先まであって、このぐらいまであるアームカバー使ってます。日焼けすると肌が赤くなって、だんだん日が経つにつれて黒くなる。新じいちゃんさん、新アンダコありがとうございます。そう、私とお母さんは車乗るときもアームカバーしてます。日当たっちゃうから。でも最近はね、ここ数年 2年3年ぐらいはそこまで大きな日焼けをしてないんですよ。がっつり日焼けという日焼けをねしてないから、なんかねお風呂入った時に痛いとかそういうのは忘れちゃった。
その痛みはちょっと忘れちゃった。パパさん可愛い、ありがとうございます。そうちょびっとね忘れちゃいました。そんな感じ。もうジョナかどうかは分からないけど、なんかもともとあんまり肌が強くなかったんですよ。そう小学生の頃ずっと日に当たってると肌が痒くなっちゃってあーってなってたので、ね、割と小さい頃からそうあんまり日焼けをまあ日焼けしてたんだけどね、中学生ぐらいになったら肌強くなっちゃって小学生ぐらいまではずっと肌弱くてずっと日に当たってたら痒くなったりしてたんだけど、中学生になったらだんだんね肌も強くなってそんなこともなくなってね、そうなったんだけど、だからねよく日焼け止めはねお母さんに毎日塗りなさいって言われてしぶしぶ塗ってた。白い恋人さん、たちのお年子ありがとうございます。そうそう今は全然ね強くて長時間日に当たったら日に焼ける程度なんだけどね。日焼け赤くなるよ、赤くなって最初赤くなるで徐々に黒くなる。赤くなって終わる方もいるじゃないですか。私は赤くなった先に黒くなるんでしっかり日焼けします。あーそっか、まあ確かに外にねなかなか出なかったらね、去年とか今年もだけどね、あんまりそんな長時間お外にいることがなかったからそんなね大きく日焼けとかはなかった。小中学生の頃とかはもう外をラブって感じなんでラブほどではないけどね、お外に出る時間が多分今より全然長かったので、どうしてもね学生時代は日焼けをしてしまいました。日焼け止めはね最近はですねベタベタしないのもありますよ。私もそう小学生の頃ベタベタしたりとか、日焼け止め特有の匂いがあるんですよ。それがちょっと好きじゃなくって嫌だぜと思いながら塗ってたんだけど、最近はベタベタしないのもあるし匂いがしないのもあるし、逆にお肌が白く、なんか日焼け止め塗ったらトーンアップして肌が白くなるような日焼け止めもあります。すごい。ひいくんさん貝殻ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。朝で、そう朝でじゃなくて汗で流れちゃうっていうのもあるんですけど、最近は汗に強い日焼け止めもあります。すごいんです。そう汗に強かったりなんかお水に強い日焼け止めとかもあるので、なんだろう自分の、まあ、お仕事とかだったり自分の生活に合った日焼け止めをね選ぶ、あと自分のなんか好き嫌いとか好みとか苦手だなっていうのに合わせたね日焼け止めをね選ぶことができますっていう。私は何なんだ日焼け止めの宣伝してるのかな。ね、世の中ねすごいですよね。バウチさん花束ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。スプレーの日焼け止めは私は頭皮にしか使わないです。頭皮用です。他のところはクリームで、そうクリーム状の日焼け止めでいけるので、あとは全部クリーム状で、スプレー使うのは頭皮だけね。ツアーサイトの人食パンバターバター塗っとく多分日焼けしちゃうねバター塗ると。香り付きの日焼け止めありますよ。私が一時期使ってた中学2年生ぐらいの体育祭時期に使ってたのは、私虫刺されもひどいんですよ。そう日焼けもするし虫刺されもひどい人だったから、その時にお母さんが買ってきてくれたのはスプレー状の日焼け止めプラス虫よけの香りがするみたいな、虫があんまり近づかない香りがするみたいな、そんな
日焼け止めのスプレーをお母さんが買ってきてくれて、それを足とかに振ってました。私は日焼けもするし虫も刺される人だったので、そうそう、だからそうやってね、虫も避けたい、日焼けもしたくないっていう、どっちもできるのもあるし、そうやって香り付きのもあります。そう、たくさん使うならスプレーよりクリーム状の方が、なんだろう、量とかコスパとか、なんだろう、量、値段と量を考えると安めに、お安く済むのはクリーム状だと思う。両方効果割とありました。本当に本当に私もう足全部刺されてるんじゃないかってぐらい、そう、一時期刺されてたんだけど、そんなこともなくなって、そう、運動会体育祭期間って中学校みんな短パンだったんですよ。短パン履いても恥ずかしくなかった。一時期はね、もうね、永遠に虫刺されてるから短パン履くのがすっごい恥ずかしかったの。みんなにどうしたのって言われるの。すっごい足腫れてるよって言われるの。虫刺されがね、異常なぐらい腫れるので、どうしたのどうしたのって言われて、その毎回蚊に刺されたのっていうのがちょっと恥ずかしかったんだけど、 それをしてから、そう、なんかね、気にせず短パンが履けるようになりました。うん、なんかね、すごいね、刺されちゃう、なんでだろうね、私の血が好きなのかな、蚊の人は。蚊はね、好きなのかもしれない、蚊に好かれてるのかもしれないってレベルでね、刺されるんです。みんなこっちに来る。でも今年はね、1回しか刺されてない。生まれて初めて。こんなに夏場に蚊に刺されなかったの、生まれて初めて。嬉しい嬉しい。キリだよ、キリだよ。そうね、女性の方で、男性の方もですよね、髪短かったりするとね、首の後ろもね、出てるからね、塗り忘れがち、首の後ろ大事。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。いろいろ試したりして今です。約18年間日焼け対策、虫刺され対策をしてきました。ね、こんばんは、こんばんは。小学生の時とか中学生の時は日焼け止め塗るのがうーんって感じだったけど、最近はノリノリで塗れてます。日焼けしたくないなと思ったら、なんかノリノリになってきた。日焼け止め塗るのは。よいしょ。ってね、言っててももう少しで今年ね、もう8月終わって9月になりますからね。こうやってね、日焼けだ、蚊がいるとか気にするのも今年もあとちょっとと思ったら楽しく過ごせそう。超ポジティブ。基本ね、すいませんね、さっきから出てくるんですけど、私の心の中のポジティブが。うん、って思ったらね、そう、なんかハッピーに過ごせるんじゃないかな。つくつく帽子、懐かしい。部活の先生がつくつく帽子の真似よくしてました。小学校の時の部活の先生が、そう、毎年絶対夏頃になるとつくつく帽子の真似をするんですよ。ずっとつくつくぼーって言って、永遠にそうやってね、言ってくれる。なんか音楽室って1個なんかピアノが
グランドピアノが置いてあるところがみんなが座ってる席より一段高くなってたんですよ。そこの上とか式台の上、部活のね吹奏楽部の先生だったから式台の上とかでそうツクツク帽子の真似してくれるの毎年毎年してくれるの。それから結構楽しみでした。たまに先生はね部員の子をねあの巻き込んでツクツク帽子をしますそうそうそう、こんばんは、こんばんは、つくつくぼーって言って部活の先生がしてくれるんですそう、すごいね、なんだろう、楽しい先生で、最近私吹奏楽部の頃の写真を見返したんですよ携帯叩いちゃってびっくりしちゃった。なんか大きいアルバムに吹奏楽部のコンクールの写真とか、なんかどっか遠征っていう、遠征っていうかコンクールのためにどっか遠いところに行った時のチケットとか、なんか新幹線のチケットとか飛行機のチケットとか、コンクールのチケットとかそういうのもろもろ全部なんか捨てれなくて残してるものがあって、そういうのを全部アルバムに閉じてたんですよ、一緒に写真と一緒にチケットとかもそうで、昨日ねちょっと気になってそのアルバム見返したら、その小学生の頃の部活の顧問の先生、その先生指揮をしね、そう指揮してくれてるんだけど、こうやってね、その先生の一人写真が3枚ぐらいあったなんか吹奏楽部のコンクールの時って各学校の演奏してる時の写真プラス演奏後の集合写真とかパート写真とかを撮ってもらって、その後々販売されて自分で欲しいものを買うみたいな、修学旅行みたいな感じで欲しいものをね買うことができるんですよ。でそういう時にそう私たちが演奏してる写真プラス先生が指揮してる写真も売られてるんですよそう、私その時先生大好きすぎてそう、もう先生のことすっごい好きだったんで、でも好きなんだけど、だから先生が笑顔で指揮振ってる写真が3枚ぐらいあったあの別々のコンクールとかなんか年が違ったりとかして今も大事にアルバムに閉じてあります。でも割とね私の部活の小学生の頃なんだけど、小学生の頃の部員の人たちは結構先生大好きだったんで、先生の写真買ってる人は私だけじゃないのよ結構いたわよ、お仲間さんが。マサラッキさん、かわいい、ありがとうございますそう、自分の写真も買ったし先生の写真もちゃんと買ってた。いや、ね、いい笑顔で式振ってらっしゃるんですよなんかそう、ふんって顔じゃなくてすっごいね笑ってらっしゃる、そう笑ってて、そういい笑顔だから、そう、ね、やっぱ欲しいじゃないですかだって大好きなさ先生がさめっちゃ笑顔で式振ってるってなったらね、その写真が売ってると思ったらね買わなきゃと思って結構部員からは需要がありましたよ、みんなね買ってる子多かったそれ見てねすごい懐かしくなりました、とってもとっても。いい写真だった。自分の写真もね買いましたよ、なんか集合写真とか集合写真とかよく買いました。そうそうなの、何がいいかって先生のソロショットなのよ誰かと一緒とかじゃなくて先生のソロなの、もう一人だけしか写ってないんですよ。もうそれがねとってもいいですね、とてもとてもいいです。やっぱね演奏してる側はやっぱみんな 何十人でね一つのステージの上で並んでるので、やっぱあんまり一人写真っていうのはないんですけど、先生は一人写真があって、しかもいい笑顔で笑う、そう楽器吹いてるからね私たちは、
あんまりそんなすっごいいい顔をしてるかって言われたら微妙なんですよ。やっぱり楽器吹いてる時ってそんなそこまで完璧な顔が仕上がってるわけでもなく、もうすごい真剣だからちょっと顔もんって顔になってるんだけど、夜のみんさん、だるまありがとうございます。私はね、一人写真はなかったね。やっぱ周りにいっぱいいるからね、同じパートの子とか楽器吹いてる子が周りにいるから、なかなか逆に一人で撮るっていうのはね難しいと思います。ともくんさん、ゆっくり休んでください。おやすみなさい。それじゃあね、私ももうそろそろショールームを終わろうと思うんですが、その前にチャランじゃない、ごめん、クイズは出さない、ごめんなさいねチャランって言いたくなっちゃうんだけど、クイズじゃないんです。マウチさん、貝殻10個ありがとうございます。今日は8月21日ということで、あと10日したら31日になるんです。31日になるということは、まあ私は19歳になるんです。で、あと10日ってちょっとキリがいいな、はいね大事なところで充電があと 10% ですって言われた、私が悪いiPad 充電あると思ってたんだけど、あんまりなかった、失礼しました。大切なところで残り 10% ですって言われました、ごめんね、 I'm sorry、 You're sorry だ、ごめんなさいねどこまでね、びっくりした、失礼しました。そう、10日ね、誕生日まであと10日ってちょっとキリがいいじゃないですか、多分。そう、私的にキリがいいなと思ったので、今日から31日まで10日間、まあ何歳、まあ多く見積もって0歳からまあ私が今18だから、まあ、17歳、18歳ぐらいまで考えて、まあ、その中から10枚、そう10枚、そう、ちょっと私ところどころ写真がないので、そう0歳1歳2歳3歳とで発表したいと思います何も需要ない何歳かなんて需要がないんですけどそう、まあ私今日の私は6歳です急に飛びます、急に私成長してます、6歳ですね今日の写真の私は6歳です。今日から10日間なのでね、そう0、1、2、3、4って言って18まで行くと間に合わないので、そうそうそう、まあ何歳か、そう0歳がなかったり1歳がなかったりとかするんですけど、よろしくお願いいたしますいきなり6歳からなんだけど、もしかしたら後々3歳に戻っちゃう時もあれば、2歳に戻っちゃう時もあれば、急に15歳に行っちゃって、そしたらまた10歳に戻ってきたりとか、そんぐらいランダムにするので、そうそうそう、だから多分本当にランダムなので、急に成長したり急にちっちゃくなったりすると思いますそうです、なのでよかったら今日から31日まで10日間ツイッターのチェックの方よろしくお願いいたします。多分ね、どの写真も今まで見せたことない写真だと思う。できるだけね、見せたことない写真を選んだので、きっと見せたことない写真だと思う。ちょびっとあったりしたらごめんね。だいたいね、初披露なのをね選びました。のでよかったら楽しみにしててください。今39分なのでね、40分になったらランキングを見ます。幼少期田中よりは笑ってるよ大丈夫大丈夫そうそうそう、幼少期田中よりはね割と笑ってるそう、こうやってね、そう10枚写真を投稿しようと思ってね、
選ぼうと思って自分の写真見たんだけど、中学生の頃の写真がなくて全然そうだから10代はね少ないです。10代の写真はね少ない。11、10、13、14、15とか、11からそうもうね小学校高学年からにかけて写真がどんどん少なくなっていってるのでだからそのちょっと私が9歳とか8歳とかの片手で数えれる年齢の頃の写真が多めです。きっとその頃はねよく写真撮ってたどうでしょうかね。あ、小さい頃なのでちょっと顔違くないってなったりしてもね成長したんだろうなって気持ちで見てくださると嬉しいです。そんな感じです。ショールーム終わったら投稿しますね。本日1枚目の今日からです。今日から31日までするので、はい、よかったら見てください。ということで今日も13位からランキングを見たいと思います。レッツゴー。13位、サンダーボルトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。12位、タダタンタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。11位、ゴーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ツーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。9位、白い恋人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8位、たっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。7位、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。6位、 J さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ただの魚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4位、まさまさーなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3位、バウチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2位、パパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位、シムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもでございます。今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。それでは後ほどツイッターの方よろしくお願いいたします。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。またね。また明日。